こんにちは。はい、ということで。どね、いや、前回だったっけ違うな。まあね、くしくも、やっぱ5000万ダウンロード記念キャラ、当たることがね、まあ、ガチャガチャの方でできなくてですね。まあちょっと向きになって、島、ハードまで行ってね、まあ全部終わっちゃいました。もう見てわかると思うんですけど。ハードの、全部終わらしたジュエルを使ってもね、まあ、僕のこのテンションを見ればね、わかると思いますけどね。まあ、撃沈しましたね。いやー、もうねー。あと、この島のことにちょっとね、ついてね、言いたいんですけど、これね、ハードの17の位置が結構むずいっすね。シルクリハーサル。これがね、この一人も倒れずってやつが結構苦戦しましたね。久々にね、俺が持ってるキャラ総動員して戦略を練りまして、結局ね、10回以上ね、多分やったと思います、慣れるまで。で、このね、メンバーでやりましたからね、マジでこの4人でやりました。で、かすみと、この、まあ、無凸なんですけど、ディアヌちゃん。あと、このカモメ、旧カモメね。で、フラン。でね、なぜこのフランと旧カモメを入れてるか、なんですけどね、カモメちゃんこれ、無敵時間が長くて、ビーム。ほら、キャッスルって、途中でエンペラータイム入るじゃないですか。ビーム出すクマが出てるときは、もう敵にダメージ通らないと。エンペラータイム入るんで、そのエンペラータイム入ったら、まあ、カモメのこの長いスキル2の無敵時間を利用して、あれ食らうとね、絶対死ぬんで、ビームコロリンとかミスっちゃうと、手元くれてミスると死ぬんで、まあ、安全に進めるためにね、完全にそのスキル2だけ、その時だけの要因のために、このカラモメちゃん連れて行ってました。で、フランちゃんは、SP 回復と、このディアンヌと、まあ、スカスミの SP を回復する役目と。この4人でまあね、なんとかクリアしたわけなんですけど。まあね、それ以外の地元は割と全部、状態異常がすげえめんどくさいだけで、あとは、サブミッション割と楽でしたね。回復スキル使うなっていうのも別に普段からあんま使ってないんで、回復とかドレインとかあんま使わないんですよね。そう。っていうのだ、あとね、めんどくさかったのが主人公を含めてのパーティーでクリアね。これいちいちパーティー変えなきゃいけないのがすげえめんどくさかったんですけど、まあ他はね、割と普通に、まあ割とね、全然、終わっちゃいましたから。でね、これはね、幸か不幸かわかんないんですけどね、やることなくなってしまった、でね、島クリアしちゃって。そう、やることなくなってしまったがゆえに、5000万ダウンロード記念ね、島終わる前まではめちゃくちゃ欲しかったんですよ。無我夢中で進めてるときは絶対当ててやると思って、すげえ欲しかったけども、やることなくなってしまったんで、もはやもう出る幕がなくなってしまったという、効果不効果わかんないけど、あんまりね、来月に入ったら課金する気満々だったんですけど、携帯からね、もうしょうがねえと思って、携帯から課金する気満々だったんだけども、まあもうやることがなくなってしまったというか、もう現状のパーティーで旧島、全部クリアしてしまったんで、まあもう別にいいかな。なんかもう、やることねえわ、と思ってね。そう、新しいキャラ取っても。ゲオルグさん今回、この島ではあんまりちょっと通用しなかったな。槍耐性、月の、槍とか、ドラゴンライダーのさ、攻撃が通らないんですよ、あんまり。車とかさ。そう。で、炎属性もダメでしょ。だゲオルグのご両親です、クリアできるかっていうと、ちょっと厳しいですね、この新しい島は。だから、ナスカスミとクライブと、まあね、本当に最後の方はもうフローリア駆使しましたけど、まあその辺でやりましたね。っていうのはまあ置いといて。いやー、まあね、5000万ダウンロードね。ただ俺はね、やっぱりここで課金するわけにいかないんですよ。アンナちゃんが待ってるんだね。アンナのためにやっぱ携帯から課金はちょっともう、ただ不思議と今本当にね、なんかもうどうでもよくなったんで、そう、よかった。だから島を終わらしちゃってよかったっす。島が終わってなかったから、新しいオーガとか、シャルロットで剣進めていけたいなとか、ちょ、いろいろ考えてたんですけど、使いたいなとかね。まあもうや、
とりあえずやることがなくなってしまったんでね。まあ、サブアカウントの方でね、まあ、まだ島リセットもしてないんで、その辺で、まあ、ゲットできればいいかなと。さすがに当たるでしょ。島リセット分のジュエル使ったら。ね。そう。それでやっていこうかなと思います。とりあえず課金はね、この5000万ダウンロード記念。てか、ほんとね、こういう、なんとか万ダウンロード記念キャラには本当に恵まれてないっすね、俺。マジでそれ思ったわ。もう、ビビの時といい、雫の時といい、ガリアの時といいさ。もうね、こういう、やっぱ何体かの、フォースターの中に混じられるガチャはね、まあ、ドラゴンライダーの時もそうだったんですけど、もうね、本当に嫌です。もう嫌。はい、ということでね、まあまあそんなこんな言いながらね、やっていこうかなと、フォロワーさんに話しかけていこうかなと思います。勝手にですけどね。にゃむにゃむさん、心配せんね。記念キャラ2体無課金で久しぶりに手に入れました。コロプラ様と。いいなぁ。まあ、そんな人もいますよね。キャラも好きだしなぁ。これ何もかも好きなんだよな、これ。見た目といいね。これ結構ね、俺ね、ガレアの時と並ぶくらい好きですね。この子の見た目。うん。まあ、強いて言うと俺何でしたっけこれ、オッドアイって言うんでしたっけ目の色が違うのってあんま好きじゃないんですけど、なんかみんな好きって言いますよね。だから俺あんまりこれあんま好きじゃなくて、なんか気持ち悪いでしょ。なんか左右の目の色が違うのってあんま好きじゃないんですよ。そう、なんかストーリーなんかも見てないんで、なんか意味があるのかわかんないですけど、この赤い目に関してはね。こっちの黄色い、緑の目に関しても。まあ、オッドアイがあんま好きじゃない。それ以外は本当にパーフェクト。見た目ね。太もももいい感じで出してくれてるんでね。いやー、このキャラめちゃくちゃ強いでしょ、マジで。おかしいでしょ、俺。てか、剣がね、楽しい。剣アクションが楽しい。カウンターの威力が結構思った以上に強い。で、範囲を結構巻き込むしね、敵を。そう。総計の時のカウンターエッジとは違って、連打で叩き込むっていう感じじゃなくて、一撃なんですけど、一撃だけど、なんかほら、いろんな、広いじゃん、範囲が。あれ好きですね、俺。で、中距離攻撃？まあ、中距離攻撃はそうなんですけど、一番やっぱいいのはね、溜めてから撃つのが楽しい、スキルを。うん、あれが楽しい。いやー、こいつ欲しいなー、シャルロット。ガンホンガンスさん。シャロン強えーと。シャロン強いっすよ。シャロン強いけど、もう、なんかもういいや、もう。もう今、シャロンどころの話じゃ、もうまあ、もう5000万も正直メインでは諦めてますけどね。もう正直もういいやって思ってますけど。ザ・レジェンドさん。地獄のチャグマの時期に小賀さんの激励があったからこそ今の俺があると。まあ言ったでしょ、だからあの時に。その時出なくても、どうせ、今後、もうすげえの出てくるよって。で、その時に当たるからって言ったんですからね、俺。そうそうそう。だから今それができてる。で、俺も考えたんですよ、それ。発想の転換というか、別に今ここで、本当に金をアホみたいに使って、この5000万取らなくても、まあ、それと同じことですよね。その時のチャグマの時と。どうせ、また6000万、7000万。もしくは、ただの、なんか限定コラボみたいなやつで出てくるだろうと。強いのさ、強いので。まあだからね、ここでまあ、向きになってね、アホみたいに金使うのもまあ、ちょっと、ナンセンスかなと思ってね、あんまりちょっと俺は今回、この辺でまあ、課金、もう手は引こうかなって正直思ってます。まあ欲しいですけどね、めちゃくちゃ。でね、最後の17の1の城の時はマジで欲しかった。オーガがめちゃくちゃ欲しくなっちゃって、城って、キャッスルって拳と多分打属性でしょ。拳と斧に弱いはずなんですよ、ハンマーにね。だからね、ハンマーじゃね、斧か。でね、だからその関連で、斧のオーガはめちゃくちゃ欲しくなったんですけど、まあでもまあ、なんとかオーガなしでも、クリアできたっていうのもあって、まあ今ではそんなに欲しくはもうない、欲しいよ。欲しいよ。今強がってるだけだけど、欲しいよ。だけど、まあまあ、まあ人間引き際も大事ですからね。うん、やっぱり。うん、もうだってもうすごい、もうみんなもうここぞとばかりにもうリーダーにしてくるからな。まあそりゃそうだよ。そりゃそうですよね。うん。さなぎ、かっこ白猫組さん。シャル、すごくいいと。まあシャル、ほんと好きだな。俺これ何もかも好きだわ。マジで。つばめさん。剣士で、よだめ3万とか4万って、最近のインフレ具合はやばいと。ねえ。本当にシャルロットはね、マジでね。私は
威力がもうパないからな、こいつ。で、これ、受験とこれ多分組み合わ、バリア持ってるでしょ。で、回復もあるから、これ受験との相性抜群すぎる。マジで。まあでも、このモチーフ俺ちょっと欲しいけどね。かっこいいでしょ、このモチーフ。もう、公園の巫女めっちゃ欲しいな。まあまあ、ね、そのうちに多分、結構期間が長いから、17日ぐらいまでやるでしょ。だからその間にね、まあ配布ジュエルとか合わせて、まあもしかしたら当たるかもしれないぐらいの感じで、まあ狙っていこうかなって、思ってます。モコッチさん。祝白猫5000万ダウンロード。やっとダグラス育てられると。いや、おめでとうございます、本当に5000万ダウンロードね。5000万ってまあすごい。まあでも、ほとんど多分アクティブで動いてるアカウントはまあそんなに多分半分ぐらいなのかな、わかんないけど。まあ白猫って多分リセバラが結構さ、リセバラですぐに大量的にジュエルが手に入るっていうのがまあ魅力だったからね。まあ、そういう関係で多分、まあ、リセバラもはかどったんでしょうね、ユーザーの人も。うまる4突、みちゅさん。ゾゾタウンでワンピ届いた後、シャルロットも届かないかなと。もう、シャルロットも本当俺、郵送で送ってほしいわ、本当もう、コロプラさんから。マジでね、俺、もうね、まあ、よかったさ、ここまで自分を追い詰めて、やることなくなるまでね、やったおかげで、まあ、なんとかね、自分の中でまあ、まあ、諦めの境地まで行ったわけじゃないですけど、まあもう、とりあえずもう、まあ新しいの手に入ったところでっていうところまで来たんで、もういいやっていう話ですよ。まあ欲しいけどね。うん。おでんさん、コリン大好きですと。だってコリンネーネーですから、はいと。どういうこと？あれか。まあ暦が多分コリンネーネーって言ってたんですよね。そうそうそう。まあコリンネーネーね。弁慶ニーニって言ってたっけ？ハゲニーニだっけ？あいつなんだっけ？なんて呼ばれてたっけ？弁慶さんは。りょうさん、限定こなすぎ、他は割と出るけど、ほぼ被りと。いや、マジでね、それ。なんで他の新キャラ出ちゃうの？いろんなの。だってもう俺、ライライも出ましたからな。そう、ツイッターでも、まあ、あげたからもう、皆さんご存知みたいな感じになってたから、言うの忘れてましたけど、ライライも出たんですよ、ライライが。そう、カードとかのジュエル使ったら、ライライが2回出ましたから。もうね、双剣はもういらないんですよ、マジで。双剣使わんから、俺。だって地元、1回も双剣使ってないもんね、正直。双剣とね、双剣だけは本当に使わないですよ、本当。なんか知らんけど。そう、死にやすい。俺が双剣使うとすごい死んじゃうんすよね。だからもうダメなんですよ、双剣はね。ゆうゆうさん。まあ、気長にと。まあ、そうだよね。そう。まあ、気長に行こうよ。ゆっくりね。自分のペースで。別に今すぐ当てん、まあまあ、今、このシャルロット王が、まあ、見逃したとしても、まあまあ、多分ね、続々と出てきますからね、本当に。うん。これで最後ではないから。そう。これでいいキャラ最後っていうなったら俺も引くけども、絶対にね。そういうわけではないからね、まあ。いいや、という話ですよね。ググスさん。単発ガチャ連続12回全部星2とか何これ詐欺全部青いマントだったってことか。すごいな。それ本当にもうやだわ。俺もそんなことになったらマジで、10連引かないかもな、しばらく。いや、バカ引くな。勢いで。うん。彼女と高行きの白猫さん。小菓子探し、限定キャラは探しに微笑む。あ、探さん出たんや。ちょっと見てないからわかんないけども、探さん最近引きいいな。結構欲しいやつ。多分探さんあれでしょ？ちょっとあれでしょ？多分シャルロットとオーガだったら、探さんだったら多分オーガ欲しいって多分言ってるはずなんですよ。なんか見た目的に。絶対探さん男が好きだから、探さんは。そう。探さん結構こっち系があるんでね。多分まあオーガだったんでしょう、狙いは。で、そのオーガが出てたんで、フレンドでこう、リストで連れていこうかなと思ってみたらね、佐賀さんオーガ当ててましたから。まあだから佐賀さん最近引きいいよな。ああ、見なきゃな、他の人の動画も全く最近見てないからな。わからんすね、状況が。ふうちゃんなのよさ。シャル当たったけど、斧のおっさんも欲しい。まあ、おっさんでもないぞ、あいつ。あいつね、おっさんに見えがちだけど、結構声でおっさんと勘違いすると思うけど、見た目かなり結構若いですからね、あれ。24、5だと思うよ、あれ。わからんけど。虹色のスケノトさん、ジュエルがなければどうしてもないじゃないと。それなんすね。それなんす。
俺ももう10個しかないから、もうせっかくあんな貯金してたのにね、もう。あんな貯金の、表の貯金は崩れ、全部なくなっちゃいましたからね。まあ、裏貯金がありますけどね。ああその時まで本気は出せない。やっぱね、アンナちゃん出たら俺本当に大人の力全力で駆使しますからね、マジで。その時まで俺はまあ、とりあえず全力出すのはとりあえずやめときます。うん。超絶虹色の1号でさ、オフ会したい気持ち高まってきてます。うひょひょひょいと。オフ会ね、ちょっとまあ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 、お、混ぜてくれよ、本当に。なんでそんなちょこ、こちょこちょやってんの、こちょこちょ。火星マーポコさん、12万円分回して限定来ないよ、うんと。マーポコチン。12万円分って、どんだけセレブなんだよ、マジで。もうこれ、もうこの言葉聞いたら本当、一気に、意気消沈するよ、本当。戦意喪失しましたよ、本当に。12万はね、もういいよ、本当。やばいから、それは。シュウさん、よろしくお願いします、と。よろしくお願いします、シュウさんね。シュウさん、あ、でもシュウさんって多分、サブアカのあれだな、相互の人の多分サブアカですね、これ。うん。柴猫さんのサブアカだろ、これ。世界史頭くまのセガマルさんね。小ガチャ楽しみ。小ガチャ。今回の剣士はガレより欲しいの、どうなのと。いや、まあ、劣るとも勝らない感じですね。同じくらい欲しい、今回の剣士は。ただ、俺ね、だから逆にね、俺、アンナちゃん復刻しないって言うんだったら、俺ここで多分全力で言ってたはずなんですよ。ここでね。多分全ての力使って言ってたはずなんですけど、まあ、アンナちゃんが控えてるっていうのが、まあ、どうしてもいかんせんね。俺に全力を出させてくれないっていう。そう。アンナちゃんはやっぱ俺もうすごい欲しいから。絶対。絶対メイン、欲しい。本当に。できればメインで欲しいから。まあだからこの剣士も本当はめっちゃ欲しい。だからアンナがいなければなって感じですね。本当に。本当に。デュークフリードさん、相互フォローのジュエルもらいたい。誰かを助けようと。それ本当思うわ。あのね、これ相互ってさ、コメントができる、メッセージを送れるけど、どうやって協力するのこれ。だって、メッセージを送る、番号を送れないからね、メッセージで。送れないからね。いや、やりにくいよね、相互の人と協力やろうと思っても。かなり結構めんどくさいというか、そうそうそう。だから俺もまだ3人ぐらいしか多分できてないんですよね。そう。つかささん、こがさん、サバーから当たっちゃいましたと。すごいな。サリアさん、よろしくお願いしますと。もうみんな当たってんもんな。バロン被害者の会、ジュエル416個、ガチャのような人生。人生のようなガチャ。まあね。そう、なんかね、ほんとそれ思いました、俺も今。なんかガチャってさ、ちょっと、なんか自分の人生じゃないけど、なんかちょっと、なんかね、ありますよね、それがなんかちょっと、被るとき、重なるとき。俺の今までの白猫のガチャ人生はね、結構ね、なんか自分の人生ともやっぱちょっと似てたような気が、まあ、気のせいですけどします。コロスケジャパンさん、オーガのぶっ壊れスペック、これはさすがにやりすぎと。まあ、オーガめっちゃ欲しいもんな、俺マジで。俺が来たぜ。喜べ。ディフェンスタイプとか言ってるけどね、全然ディフェンスっぽくねえもん。この見た目絶対ディフェンサーじゃないでしょ。ああ、もうだって明らかに強いもんな。いやー、これいいなー。俺こういうキャラかなり好きなんでね、ちょっとマジで欲しいですよ。これもね、シャルロットほどではないけども、結構ほぼほぼ、マジで欲しいと思う。キョムニーニさん、可愛くてオッドアイでかっこいい。はい、最強最強と。まあ俺オッドアイは好きじゃないんですけど、個人的にはね。まあ可愛いは可愛い。で、かっこいいし、ほんと、皮かっこいいよな、こいつ。マジでね、これちょっとやっぱりね、デザインがね、本当に好きです。で、SD の方もかなり気合入ってて、マジで好き。コウリさん、ガーコーのアゴヒゲを強奪されましたね、本当に。スナッチされましたよ、バンに。コウリさんにね。レオンさん、両方ハンマー持ってないし、これは最大のチャンスだ。待ってろよーと。あー、でもなんかこの、レオンさん当たったのかな？レオンさんにもちょっと当ててほしい。
ん、クルーシャーも欲しいって言ってたしね、レオンさんね。俺、クルーシャー当たっちゃったんだよなぁ。はい、ということでね、まぁ、この辺でね、今回ね、終わりにしようかなと、思います。まぁ、こっからね、ちょっとサブアカの方をね、進めて、島にセット。まだね、サブアカの方だとね、タウンがあんま揃ってないから、旧島、どころか初島のスキエンシアともまだクリアしてない。まぁ、クリアできると思うけど、めんどくさくて、やってなくて、でももう島リセットしちゃおうかなって感じで、まぁ、これからちょっとやっていこうかなと思います。ということでね、今回は、この辺で終わりにしようかなと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。